お疲れちゃんスロットです。今日はミラーセンド13日目やっていきたいと思うんですけども、ちょっと皆さんマジでね聞いてほしいんですけども、めっちゃ強い発見をしました。はい、沼もねちょっと戻りつつあって、もう今期のねサイトを更新できるんですけど、今日はなんとねこちら、はい、盾の戦士でございます。ってことでスケをね盾戦にしたらガチで強くなりました。なんだろうな、もう流行りで勝てなかったゴブドリであったり、まあゴブドリの木が優秀なね盾戦が、あとまあ陸関係のデッキに対して陸木がね熱くなって、あとスケラの受けも優秀になってと、もう盾戦にしていいことしかなかったので、ちょっと今日はこちらの方で、ね、やっていきたいと思いやすーさ、68にね戻したいところではあります。そうなんで皆さんもちょっとスケでね、やってることとかなんか使ってたら盾戦バカいいっすよ。これなんか火力が高いんですよね。そう、火力が高いのと、まあ3コストで安牌っていうので守りとも優秀だし、たまたま攻めでもねなんかチクチクってこう刺さってくれるんで、まあそれはちょっと熱いよねっていう話なんですけども、クロスボウはマジでガチでやばいですね。本当にクロスだけは本気で勝てないんですけど、しかも初手アイスイズからの端前クロスっていう、もうなんちゅうチンパン野郎っていう話なんですよ。で、これは、お前受けない。いや、ない、ないんだよ。受けがないんだよ。アイウィズか？アイ、あ、うーどうぞ、はいはいはい。間に合う、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 間に合う。弱つい。アイウィズ。で、これはコストがないので、ここ、縦線からの、ディガ縦ぐらい行ってもいいなぁ。と思います。いや、マジで、行けるときに行ってダメージを稼いでおきます。で、バルキリーは来ない。ウッドからのワンチャン。はい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 。まあまあ、これはキングダムされないですし、いいんちゃうの？言うて。で、これ、さらにまた攻めたいな。まあ、コウモリで、ワンチャン取るね。はい。いや、これ、ずっときついよ。どうやって受ける？あー、ウッド打ってもよかったなー。いやー、ウッド打っていけば、走ってはいたけどみたいな。さあ俺でも見てわかる通りクロスはきついね。クロスガチできついんですよねこれ。いやマジでもこのダメージリードガチでかいでかいでかい、ほんのでかい、耐えたい。さあヘラクレス 2.72 はなんだかわかんないんですけど、おー、いやーマジでバルキリーがね犯罪です。さあ、いやーあー若さが足らんな、お主でかいよ。いやマジ耐えてるだけでかい。いやー耐えてるだけでかいんだけど、まあガチ耐えてるだけなんですよね。よいしょ。あの耐えれるかどうかも大事。いやーここは男の許容です。いやー痛すぎーマジで。おつ、おやおしおしおし、めっちゃおしめっちゃおしめっちゃおし取るね。あーふみふみか、アイウィズのふみふみいかついな。いやでかい、めっちゃいい言うの。ふう、助けてー、誰か助けてほしいよ、怖いよー言うて。一回守ります。さあ、いやーでもこれはプリンの範囲と、いや耐えれるな。いやマジです、すごいすごいとか言っちゃってるけど、マジでテスラ来るよ、こんにちは。アイスウィズだったけどいいや。いやープリンお前やばい、これやばい、結構いかつい。縦の戦士がね、やっぱ端前の受けでもね、頑張ってくれてるんですよね。ああ、いいテスラだな、これもまた。にゃぎ？はい。にゃぎ？さあ、まあ、ここは、一旦耐えてもらって、バルキリーに。バルキリーじゃねえ。誰だよ、あれ。言うの。いやー、めっちゃ。めっちゃいいけどコスト使いすぎのバックアウト取られて、これ端前クロスきます。来いよ、よいしょ。いやいいよいいよ、
さあもう俺ぶっちゃけ耐えれば勝てそうなんで、いやこれタワーでよかったな、打ったるしバッカモン。待ってこっちやばい、もうバルキリーに削られる、危ない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 、ナイスナイス、いけにえ、もう耐えれば勝ち、耐えれば勝ち、耐えれば勝ちって一番耐えれねえよな、そういう時。いやーガチ渋い、よしよし、いやマジで耐えてる、本当に耐えれば勝ちなんだけど耐えれそうにない、気合で打っと、いやー残る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 残った、よし、あ勝ちましたね、465だもん、あっつ。さあ橋前プリンとかもやりながら、これどうする、ディガーも拾わないといけないよ、うえい、いやマジで人生で初めてかもしれない、このウッド型でタルババでクロスに勝つことはまあ稀にあったんですけど、いやまあでもいろいろラッキーか、うん、いやマジで縦戦なんですよ、で革命ですね縦戦。さあパンチョよろしく頼もうか、いやマジで縦戦でいいことしかないですね。さあコウモリで早めの塗装、なんかバカダメも痛いので、いやこのちょこんちょこんは許容、痛すぎ、おーいバレバレやないかい、いやマジバレバレも、うんちょっと違う、結構いるんですよ、ヨウの吹き矢の言うのか、いやマジでバレバレ枯渇なんだけど、言うのどっから言うの湧いてきたんだこれね、ファイスピー、うんウッドエリーパパ、あーやめてー、やばい、これでウッドとか使っちまうとこの後のバレバレが来る、やばいやつが来る、これどうする、スケバレ後ろに下げてバレル金起動か、理想はね、まあプリン距離、いや痛いねこれ、待ってレースに痛い、いやエリババ言うのか、なんかなんか嫌っすね、まあ、でもちまちまやっていこうか、でも相手これ、わあすげえ攻め方めっちゃんじゃん、スケバレバレるエリババ U のプリン、いやガチでついていくのに精一杯ではあるけど、いやこれコウモリいるせいで金起動できねえな、あーお散歩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 、まあ、でも今回の相手ウッディだけなので、でも呪文がもうないんですよね、これでロケットとか持ってたらあのデッキ枚数9枚やんっていう話になっちゃうんで、そう理論上はないんですよね、よいしょ、そうだから僕が守れば勝ちっすね、めっちゃ簡単に言うと、そう守れば勝ちなんで、前にも言ったことがあるかもしんないけど守れるんで勝ちなんですよね、あーマジで、いやスケバレ今のこれ金起動だったな、もったいない、いやーでかい、いやー問題は結構ね、あー天才か、受けがむずいね、いやでもこれ結構熱いな、コウモリの激つい相手、ファイスピサイテルも吹き矢出さないといけない、いやーめっちゃ熱い、めっちゃ熱いめっちゃ熱いめっちゃ熱い、吹き矢かナインジャネリック受け、いやめっちゃいいやん、フィーバー来てんな、さあ気づけば相手くと500、いやー500はもうワンコインワンコイン GG だ、プリンか、せっかくなら見ときなさい私のプリンプリン、金起動もしてるから許容して、相手気づいたらディカが2体ってなんでっていうモグラ叩きゲーミング、オッケー、いやマジ縦線やばくない、バカ熱いんだよね、全部守れちゃう、救われたな、今季まだ参るっすね、8000行かなきゃ、8000行くしかない、さあお主は何のデッキだい、あドリルだな、これだからドリルさ一時期足速くなったけど遅くなったのかな、なんか分かりやすくなったね、あお前遅いねドリルやんって思うようになったので、あれかもう目が慣れただけかな、吹き矢
あ、これピピピランドでめっちゃいいやん、めっちゃいいやん。さあ今回のネタはドリラーです。もうこれですよ、これ流行り、ただの流行り。そうでもただの流行りにこの辺ねファイスピとか来るんですよ。来ない、恥ずかしい。あー今の吹きは読めたな、頑張れば。ピッ、ファイスピ言うて咲いた後だったか。まあまあスケキン野郎っすね、スケキン野郎がちょっと、おう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 、優しい。これハッシュプレイ行くと、まあウォールブレイカーだからサイクルか、ケツプリディや、縦線ウッディ、いや取るね、待って、お縦線、お前こんな何見てんだよ。いや今のいてー、ガチでいてー、もうちょっと頑張ってほしかったな。さあこれなんだ、うん、よしよし、よーし、いいじゃないの、めっちゃいい。ああやめて、ああハミガハミガハミガ来た、ハミガ、いやー今のハミで処理されんの渋。ああたまたまウッド持ってた、熱っ。しかもウッド16はなんとね、通常レベルのね、あいつをしばけるっていうね、スケルトン、なんだったっけ、ん、ウォールブレイカーか。さあ、まあ、縦の選手が優秀ですよと。ほぼ角で拾えるからな、ちゃんと。ああ、これ、警戒してんな、絶対。いやーマジでわざわざそれも出すんかい、やばい。ちょっとプレイが荒れてる。まあでもここはいらないよねー、いらないよねー、絶対そうだと思った俺も、マジで絶対いらなかったもんね。今の目が悪いな、目じゃねえか、判断か、どっちだ。ウッド、ウッド、ウッド、いるよな？いや、いらなさそうだったね、今のも。ちょっと待って。今のもいらなかったね、絶対。やばい！すべてが一個、一個なんかずれてる。じゃ、時空間が。やばい！これはやばい。パルキアがいるよ、この街に。絶対。パルキアが悪さしてる。そうとしか考えられない。よしよしよし。まあまあ。やばい。困って。必殺技で守ります。取るね取るね、いやこれはいるよね、これはいるよね。いや待って、左の方が削れてる、なんで。あるあるです、攻めてるはずの逆サイドが削れちゃってます。よし、いやでも相手きつそうだな、これさすがに、さすがに相性良さそう。ほいほいからのここに来て急な読みを見せていく急にね、当てていく。あしまいプリン読めない、読めるんかい。それを当てるのはやるね。さあディガー、これでウッドのトルネードおいおい、もう一回トルネしたらおしゃれだったかなこれ。まあまあさすがに、まあもともとドリルは絶対勝てないわけでもないですし、しかも縦線にしたことによってよりね、ウォールブレイカー受け、ゴブドリ受け、まあ、特にゴブドリ受けかな、ガチ優秀になってるから、勝ちやすくなりましたね。ナイス。さあ、おしゃれな名前だな。こんな名前できんのか。まあ、なんかの大会のクランかなんか入ってんな。強そうだな。アンノーンみたいな名前してる。ニョロ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 ン。ムーティ、わーエロ、その犬気ガチでエロい。緊急動します、やばい、配達来た。しはいはい、あ、もうここ置いといてもらえたら、はい、はい、ありがとうございます。
はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。どうもすいません。宅配便が来ましたよ、宅配便が。ふうふうふう、あぶねー。宅配便が来てもしっかりクララを買っていきたいと思います。両立です。勉強とゲームの両立、宅配と動画投稿の両立。やばい、痛い。お前だけやめろ、ひげおやじ。おい、たてく。さあ、今回のもう、環境で壊れている、ゴルナイおじさんが入ってるドリルですね。もうこれもまた強えのよ。今までやったら、まあ、計画だったんですよ。もうゴルナイがね、マジでハゲてて、ゴルナイに絶対勝てなかったんですけども、なんと私、盾の戦士デビューいたしました。なので、またこれも話が変わってね、盾の戦士だと、ドリルをボッコボコにできちゃいます。いや、マジで。盾戦、いかつすぎる優秀だな。で、今回の相手はトルネードを持ってるから、って考えながら、一応キングは警戒。キング軌道は警戒。いや、でもあのマジアチはね、めんどいので、こうやってしばいていこう。いや、うまい。トルネグルネ。いや、待って。グルネ、危ねえ、今の。ガチでかい。いや、で、ここは、ちょ、2枚いって、攻めていきます。もうダメージ稼がないと、ちまちまいかれて負けちゃうんで、で、エレキ来る。しばくよ。そんな、タルまで使うのか。それは守りすぎ。いや、もう重力頑張ってる。わー、やばい。待って。やばい。めっちゃ切れんだけど、カウンター。イカチ。しかも、攻めトルネードも怖い。いや、もう攻めトルネードやばいよな。マジでやばい。ガチでやばい。本当にゴーストお前。透明じじ。いや、ちょっと待ってくれよ。待ってくれよ。スウッドで2枚で一旦しばく。縦線拾いたい。熱い。や、縦線マジ優秀だな。よしよし。いや、マジ俺の枠筋は、もうゴルナイドルドルドルドドスコですね。もうゴルナイドドスコにしか逆に負けません。でも、それで負けるんですよ。基本的に。いやー、マジでこれむずいな。結構ガチで。怖い、集中。あ、待って、どこ出たの？ボケ。やばい。マジ16が歩いてる。え、もったいない。もうちょっと絶対カツカツ、カツカツできたやろ、カツカツ。うわぁ、カツカツ野郎は行かれてしまったな。サトルネットで下げたい。これ絶対来るな。もう。下がってらっしゃい。やばい、マジマジでちょ、やばい。けども、縦の選手は強い。やばい。やばい。待って、ガチやばい。お願い、お願い。当てるな、エレキ。うわぁ。危ねえ。危なすぎるって。マジ、マジやっちゃう。マジ強すぎ。いや、待って、やばい。めっちゃ勝ってる。マジでいかついっすね。いや、ほんとに。冗談抜きで、美味しすぎる、盾の戦士が。さあ、いや、これは、まあ、ディガコーぐらいって言うのがね、なんでないんだよ、盾戦でもいいんだよ。いや、ラム使わせられるからね。まあ、でもこれは、しょうがないですね。で、一旦プリン出して、ここにディガー来たら、美味しく金けど、バルーン来ても取るね、取るね。で、ユニット来たら、まあ、プリン出すかな、っていう。さあ。これも暇なんで、こっちに来てもらう。さあ、で、しっかりトルネードでキングギドと。いやー、マジでこれな、これに慣れてるとね、あれなんかトルネネード守りにくいなみたいな、だってね、バルーンの防衛がめっちゃ下手になるんですけど。いやー、これはね、ファイブ使ってるからユーニーを守れないんだよね、あなた。さあさあさあ、ファイザーかな、ファイザーラバール、マスケドラくんがきついね。よくいるよ、スケドラ、ゴレにもラバに大型にはよ。ほんとに。
なんかチンパン性能高めで結構優秀なんですよね。でディガーだけだと無視されるんで、ディガーともう1枚でこっちにコストを使わせるっていうのが大事ですね。だからコストを使わせるのが目的なので、もう1枚まで行くとやりすぎちゃうんですよねっていうのが大事。さあここにはまあ一旦しばいていこうか。しばきしばきしばき、呪文したいか呪文したいか、呪文打つ、打たれてるやつもやばい。ただ金起動もしてるので下げながら、あ待って、これただの老いぼれ、やばい、何も出ないで、ね、本当に、なんで今だって間に合わない理由がないよね。バグかミスをバグか、いやー大事、もしかしたらそうかもしれない。多分 98% ぐらいで俺のミス。いやーめっちゃいい延命、よいしょよいしょ、いやーいいんちゃう、いやマジで今日のプレイ冴えてんな俺。よしさあディガーいっちゃっていい、いっちゃっていい、いっちゃっていい。まあでこれは誰がどう見てももう守れないじゃんってなってるので、だからこそ守ると面白いんだよクラロー。いや待って、本当に守れちもうた、びっくり。真ん中ボスギー絶対来る、いや来ないんだね。じゃあもう一枚棒にコスト使ってみ。あーなんだそれ、あー回したいのか。で気合で一本落としたいけど、タイムリミットグッドゲーム。いやー最後のターン守れたのが想像以上にでかかったですね。ガチ圧です、ナイスウェイ。さあということで、なんとね6920到達、いかつい。いやマジで次回7000だな。しかも順位も結構上がってきてるので、このね縦の戦士でちょっと前上がりたいと思います。ということで、よければチャンネル今後もお願いしますよ。おつかちゃんです。またねー。